はい、どうもさん、こんにちは。ミッシュと申します。今日はね、この、まあ、前回か、もしかしたら先にこっち撮影しちゃってるかもしんないけど、まあいいや。まあ、こちらの、なんだっけ、そう、クラウンモデルさんが出して U10 っていう、まあ、スナイパーライフル。いい子やな。それ何で遊んでんの、あんた、そういえば。何で遊んでんの、それ明らかキーホルダーだよな。まあいいけどさ。あげるけど別に。穴開いてるしもう。まあいいや。まあこちら U10。ね、こちらをね、ちょっとね、色染めてみたいなと思いまして。まあちょっと用意してみました。こちらの、シリコンラッカースプレー。で、なんでこの色を、こういう色染めたくなったかって言いますと、まあ原因はこいつなんですよ。アメリカンスナイパー。このアメリカンスナイパーの主人公、あ、これ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 、こういう感じで、まあ、要するにこんな感じに似た色を、なんか銃に塗って、まあ要するにイラク戦争かなんかのお話だから、まあ、その砂漠カラーにしてあるんですけど、本当は僕これウッドモデルっていうフィークウッドっていうのがあって、これクラモデルさんのその木目調のやつが欲しかったんですけど、なかなか手に入らなくて諦めてブラックにしたんですよ。でその時にちょうどこの映画を見まして、いやブラックにするんだったら俺はこれで染めてやりてえなと思ったんで、あんま機関部の部分を染めてしまうとやっぱりちょっと不備が出る可能性があるんですけど、まあこっちのここのね、ただのストックの部分、ここら辺は染めても全然いいかなと思うんで、今からちょっとこの色に染めてみたいと思います。では行ってみよう。せっかくなんで、これの解体っていうか、このストックの外し方についても説明していきたいと思います。ちょっとカメラワーク悪くてごめんなさいね。まあ、とりあえず最初は、この、重心の先っちょの方に近い方にあるストックのここのパーツは、まあ、ただ手ではめてあるだけなんで、思いっきりね、で、ってやると、えいってやると、まあ、こう、簡単に外れるんですよ。外れました。で、これだけじゃまだ外れなくて、実は、まあ、ストックの、中間ら辺にネジの穴がありまして、付属品のこの、ドライバーもどきを使って外すことで、まあ、簡単に、銃と機関を、取り出すことができます。めちゃくちゃ簡単に外せるんですね。はい、外れました。こんなネジが入ってますね。ちょっとバッテリーがやばいからバッテリー交換しないと。という感じで機関部とストックが外れます。では、塗っていきたいと思います。まあ、こちらが機関部になってます。まあね、このもうトリガーだけみたいな姿になっちゃってるんですけど。で、これが大事なネジと、これが、あれ、ネジもどき。で、今回は、あ、ネジもどきがどっか行っちゃうな、ちょっと待ってね。まあ、こっちは機関部の方は、今回、どうしようかな、やめとこっか。今回、こっちの方はやめて、行ったんですね。こう、ロータリーマガジンとかと、あと、こっちの、まあ、大きいストックの方を、まあ、こちらの、まあ、今回使う色の方なんですけど、ベージュ。まあ、シリコンラッカースプレーアクリルシリコンシリーズの、ベージュカラーで、塗っていきたいと思います。まあ、イメージは、このカイルが使ってたスナイパーライフル。まあ、カイルが使ってた銃とはまた違う別な銃なんだけど、まあ、憧れとして、まあ、今から染めていきたいと思います。では行きまーす。今めちゃくちゃ久しぶり。ポッポプリ！ほら、あの食べないの、雑草は。わかった。食べちゃダメ。あー、ダメ。ダメよ。久しぶりに、まあ、裏庭っていうか、まあ全然、いつも入らない場所なんですけど、来たら。まあね、なんかいろいろとぶっ壊れてますね。まあいいや。それより一番すごいと思ったのは、ここに黒色の液体があって、なんだろうなと思ったら、ニンニクって書いてあるんですよね。怖っ。怖えよ、マジで。まあ、ポプリ、ラーメンよ。あんた、今からスプレーシューするからよ。あっち行って。あれ？これ穴食ってる？やば、急ごう。ポプリ、ダメ。じゃあ今からちょっと塗っていきたいと思います。ちょっと雨降ってきた。やば。困ったね。雨降ってきた。まだマシかな。ちょこっとシューしていきたいと思います。じゃあ行きますね。ポープ！やめとけって、お前。変なもん食うな。
ケー、一旦これで川くん待ちましょう。いやー、あのね、雨降ってきて、急に。それせい、なんかポツポツの変なマークついちゃってさ、濡れた部分が。うわ、超最悪。めっちゃドンマイじゃない？せっかく、ほらほら、なんか変な模様になっちゃってるやん、これとか。雨とか濡れすぎて。まあ、埃とかもあるやろうけど。あ、指で削れる。すげえ。こう、一回エタノールとかで取った方がいいね、こっちは。さすがに。ちょっと考えときます。じゃあ、裏面行きたいと思います。いや、最近マジで、こっちで試して。OK。最近マジで雨降ってなくて、ずっと。で、よりによってね、今日雨降りやがったね。じゃあ行きまーす。よいしょ。あんま室内でやるとね、匂いがこもっちゃうから嫌なんですよね。はい、イメージ的にはこんな感じに色になりました。ちょっとね、やっぱ私の塗装技術が下手くそで、ここコボコボになっちゃったりとか、いろいろ不備はあるんですけど、まあね、イメージ的なカラーリングっぽくはなったんじゃないですか。まあイメージ的にはこのカエルが持ってるこんな感じの、まあ色だね。じゃあちょっと組み立てていきます。組み立て完了しました。まあね、こんな感じの銃になりましたね。まあ悪くない、色は悪くない。あー、引っかかった。でかすぎるんだよ、そもそもこれ。まあ悪くはないんじゃないですかね。な、ポプリ。そっか。まあちょっと黒いところが目立つんですけど、まあそういうカラーリング感があって、まあ僕は好きですね。まあここ染めてもいいんですけど、まあ機関部、機械部っていうか、まあちょっとメカニックな部分になるんで、そのデリケータ部分あんま塗るんはよろしくないと思うんで、あえてここだけにしたいと思います、今回は。というわけです。まあね、ただこれだけの動画ですね。ちょっとこういうとこは塗装甘かったかな、多少は。まあいっか。ってわけです。じゃあね、またどこかでお会いしましょう。 See you! バイバイ。